はい、皆さんこんにちは、レイです。また出張先に来てるんですけども、この間出張先のホテルの部屋に来た時に部屋をアップグレードしたけどあんまり変わんなかったなんて話してましたけども、今日ですね、一番上の部屋に、してみました。その結果こんな感じなんですけども、結構広いですよ。まあ、こっちのなんていうんですか、まあ、ご飯スペース、あとまあここね、動画編集スペース、今 iPhone のアウトカメラでこんな感じで撮ってます。でまあ向こうベッドスペースですよね、こんな感じで、ちょっと見てみましょう。さあ、ここから参りましょうか。まあデスクがあってですね、コンセント、ここに USB がある方がまあ今っぽいんですけど、でまあこういうソファー1個なんかシミがあると丸テーブルと一人掛けで、大きめのカーテン、テレビ使うことはないです、まあ、ベッド、これ一番大きいサイズです。で、あ、お風呂広めで綺麗でいいですね。あ、これは快適、この感じいいですね。あのこういうお風呂だと足伸ばせるので助かります。あと水圧がどうかなんですけど、水圧どうでしょうね。まあまあまあ十分じゃないでしょうか。十分いい感じ。さて、アメニティがこんな感じ多少あり、ベッドがですね、一番大きいサイズです。僕が多分ね、縦にも横にもなれるはず。2メーター両方とも超えてたかな。じゃあちょっとこの辺の外の景色、よいしょ、こっちも開けて、あ、空気清浄機がある。こんな景色になっております。ここいつも夜来るから明るい時間あんま見れないんですけど、あとじゃあ向こうも、あ、後であのカバン開けます。よいしょ、こっちもよいしょ。せっかくだからちょっと広くしましょうか。どうですかね、やっぱ広げると広いですね。光が入って明るくていいな。あ、今日は広めの部屋で、まだ時間がちょっと早いので、たっぷりと編集作業とかパソコン仕事できるんじゃないかな。あ、そうそう、でですね、見ていただきたいものがあるんですけども、僕のカバン、これが機内持ち込みサイズできる、まあ、トローリーバッグ、引っ張れるやつで、そこの上に白馬のカメラバッグをこんな感じでこういうとこ通せるタイプ、これ出張結構助かります。これをですね、ちょっとお見せしたいものがあるんですが、取っ手どこ行った、あれ、取っ手がいない。じゃあこれを、よいしょと、よいしょよいしょ、取ってちょっと緩めてクイックリリース、この白馬のこれ効いてる。開けて三脚ちょっとこの辺ポンして、さあこの中に入っているもの、まあ机で使える小さい三脚、 EOS R6 の充電器で、中に予備バッテリーが2個ぐらいいます。でこの茶色い紙袋はちょっとやばい、ぶつかる後で、これ EOS R6 が入ってます。であとここにゼンハイザーのマイク、これタスカムの DR10L で、これ前も紹介した Amazon で買った、SD カードケースですね。どのぐらい入ってるかな、片手で開けるのがちょっと難しい。こんな感じで入っていて、でこの裏側にマイクロ SD が入ってます。64をそろそろ128に買い替えたい。でこの紙袋なんですよ、このブツ、このブツがですね、何かと言いますとですね、ドトール後晴れやかの紙袋から何が出てくるか、まず、はい、長熟が出てきました。それとこれバターナイフと、はい、これです、伊藤国平商店のピーナッツペースト。こうやって見るともう味噌みたいですけど、これ加糖タイプのやつで甘いやつです。
これがですね、僕今のところピーナッツペースト、ピーナッツバター一番のお気に入りで、これだから明日の朝ごはんです。この広めの抜けを見ながらピーナッツペースト食べたいなと思ってこれ買ってきました。ところがですね、さっきコンビニで朝ごはんビニール袋の中入ってるんですけど、忘れててパン買っちゃいました。でもこれいただきます。だここでこの荷物を広げて、あそこにデスク設営して、で仕事開始して、基本的に全裸でいて、すぐ風呂に行って、またデスク戻ってきて、また風呂行ってデスク戻ってきて、全裸のまますぐ寝るとというような流れでいきます。そんなホテルの部屋から、出張先のシリーズでした。またお会いしましょう。次の動画でお会いしましょう。かぶった。お会いしましょう。お会いしましょう。